新年明けましておめでとうございます。プロレスラーのカニキングです。本年もね、1年よろしくお願いいたします。ということで、新年一発目は、2018年1月24日に行われた、カニキング興行アイスリボン道場大会から、アクトレスガールズ提供試合関口かける対五十嵐ノアをお送りいたします。最後までご覧ください。困ってるけど、まあ、ちょっと挨拶だけお願いします。皆さん拍手お願いします。ビギニングから来ましたアクトレスガールズの五十嵐ノアです。初めてですね。初めてです。あのこれノルマ3回あるんですよ。だからカニキン工業出たら3回出ないといけないんですよ。高木さん今回2回目なんで、はい、あと1回出たらもう出なくていい。そうなんですね。そうそう、なんかうちら何回出てんだろう。何回出てる人はあの気違いです、はっきり言います。はっきりです、はい。そうなりたくないんだったら3回出てとっとと去ってください、はい、それでとっとと卒業したいと思います。同じくビギニングアットレスガールズの関口かけるです。1回で終われるように頑張ります。カニキング女子工業プロレスリング長野タイワールド女子プロレスリングシリーズ第1試合を開始いたします。第1試合ビギニング提供試合シングルマッチ10分一本勝負、青コーナーより五十嵐ノア選手入場です。はい、ということで、五十嵐ノア選手入場してきました。五十嵐ノア選手ですね、2017年の2月12日、ビギニング対あの沙織戦でデビューということで、まだ1年経ってない時期の試合になります。カニ工業ね、12月の大会で、高瀬美幸選手が初参戦して、この1月大会が、アクトレスカーズさんね2回目の参戦ということで、この大会ですね、アクトレスガールズさんからなんと3名選手がね出てもらってます。そしてね、次入場してくるのが関口かける選手。かける選手は、2017年3月26日、デビューということで、ノアさんよりはデビュー遅いんですね。うん、なんだけどまだね1年経ってないんですけども、オズさんに、まあ、どういう力かはよく知らないんですけれどもね、オズさんに参戦されててね、試合経験が豊富でオズで揉まれてね、さあ実況は私、カズユーハルと、もしよかったら一緒におしゃべりお願いします。よろしくお願いいたします。カズユーさん、お願いします。さあ、レフリーに実況をしています。さあ、レフリーは翔平さんです。成功成功成功。なんで人気あんだな、どう思うのか。気持ち悪い。皆さん、大きな勝利です。さあ、10分1分勝負でございますよ。レフリーゴー。さあ、山さん、もしあれた合間にお願いします。おー、さあ、もう選手知ってますか、この2人の。すごく安いんですよ。もう一回リベンジさせてください。アクトレスガールズのバラエティハーフ副班長、五十嵐ノアです。よろしくお願いします。今日はアクトレスガールズの五十嵐ノアっていう名前を持って帰るって思って思ってもらって、せーのって言ったらノア様って返してください。ノアさん、せーの、ノアさん、せーの、ノアさん、プラスだ。
使いましたね。本当ですね。僕ドア嫌いです。ドア嫌いです。タケル頑張れ。タケル。はい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 。サイドキック。さあ、ホールだ。ワン、ツー、フォー。ノア様人気ありますね。さあ、ありますね。さあ、行きましょうか。もっと前を向いちゃって。ありがとうございます。さあ、ジンギリ。さあ。さあ、ドア行けるか。さあ、タックル。今日の対戦、
嘘つけばな60キロぐらいあんだろお前すっぴんブスでしたねさあ、ワン、ツー、さあ、返しましょういやでも、推定60キロだったりフットスタンプ引きましたね42キロで嘘ついてましたねあーっと膝出ましたねいや、ノア選手すっぴんめちゃくちゃ別人ですよねさあ、ワン、ツー、さあ、終わったギリギリどこにしました3分さあさあどうだもう一回連続でいきますからもう3分いきますか10秒しかったから3回とかあったんですよね最悪いやこれは怖いですよ勝者関口翔はいということで、オーズでね経験豊富な関口翔選手が、STO でね勝利しました、柔道出身ということでなかなかちょっと女子プロレスっぽくないね技を出す選手ですね、ノアさん非常に悔しそうですね、まあ、このあとですね、カニ工業、五十嵐ノア選手にはね、レギュラー参戦してもらいたかったんですけれども、なんとね、この1ヶ月後の2月にね、右足首の脱臼骨折をしてね、長期欠場となってしまいます。はい、いかがだったでしょうか。カニチャンネルではですね、随時過去のカニキング興行のね模様を、アップしていきますのでぜひねチャンネル登録してお待ちください、あとですね2月じゃなくて1月29日水曜日、カニキング興行を行われます、アイスリボン選抜選手、決定いたしまして、都築すず選手参戦決定いたしました、よってカードがですね、新垣里奈日向小春組対、マドレーヌ、鈴木鈴組というねタッグマッチになります、鈴選手ね、デビューして1年が経過したわけですが、デビュー以来皆勤賞ということでね5回目の参戦となります、ぜひね、ご観戦しに来てくださいよろしくお願いいたしますチケットはですね4日、横浜ラジアントアイスリボンさんとディアナさんの興行で売店を出しますよろしくお願いいたしますではさようなら